クリストファー・エイドリアン・デイビスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、レークウッド出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2006年の MLB ドラフト29巡目で、ワシントン・ラショナルズから指名されたが契約せず、ディアーバレー高等学校から、カリフォルニア州立大学、フラトン校に進学した。2009年の MLB ドラフト7巡目で、 ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、6月26日に契約した。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナ・ブルワーズでプロデビュー。10試合に出場して打率、243、日本類が8打点、4盗塁を記録した。8月からルーキー級アリゾナリーグ・ブルワーズでプレー1試合に出場した。2010年は、 AQ ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、128試合に出場して打率。280、22本類が72打点、17、盗塁を記録した。2011年はまず AQ ブレバードカウンティー、マナティーズでプレーし、90試合に出場して打率。309、15本類が68打点、10盗塁を記録した。7月に、 AAQ ハンツビルスターズへ昇格。35試合に出場して打率。2 1十2本類が16打点を記録した。2012年は AAQ ハンツビルとルーキー級アリゾナリーグでプレーし、7月30日にトリプル AQ ナッシュビルサウンズへ昇格。トリプル AQ ナッシュビルでは32試合に出場して打率。3 1十4本類二24打点。 一盗塁を記録した。オフの11月20日にブルワーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2013年1月25日に、ブルワーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。4月1日のコロラドロッキーズ戦で、メジャーデビュー。同点の9回裏に代打として出場したが、無安打に終わった。 主に代打として14試合に出場したが、5月1日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格。7月12日に再昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦に代打として出場したが三振に終わり、14日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格した。7月22日に再昇格。昇格後は、ライアン・ブラウンが薬物違反で出場停止となったため空いた。 左翼手の座を、シーズン終盤まで、ケーレブ・ギンドルと争った。この年は56試合に出場し、打率、279、11本塁打、27打点、3盗塁だった。2014年も開幕ロースター入りした。前年からの倍増となる22本塁打と37、2塁打を放ったが、打率24、244、122三振とか台を残した。 2015年は121試合の出場に止まり、規定打席にも届かなかった。打率は247で前年と同数の122三振を喫したが、チームトップの27本塁打に加え、出塁率も320を超えた。2016年2月12日にバッバダビー、ジェイコブ・ノッティンガムとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。 5月17日のテキサスレンジャーズ戦では5打数3安打3本塁打6打点サヨナラ満塁本塁打を記録した最終的に150試合に出場し打率247リーグ3位タイの42本塁打100打点を記録したアスレチックスの選手が40本塁打を記録したのは2000年のジェイソン・ジャンビーライ16年ぶりだった 2017年2月1日に球団が提示した年俸465万ドルを拒否し、年俸調停で争って勝利した結果、希望通りの500万ドルの1年契約を結んだ。2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出されたが、2月19日にシーズンを優先するため辞退した。シーズンでは8月22日のボルチモアオリオールズ戦で、 通算500安打を達成した。9月23日のテキサスレンジャーズ戦で、ミゲル・ゴンザレスからシーズン45本塁打を記録し、球団がオークランドに移転してからは、球団史上初となる2年連続シーズン40本塁打以上となった。2018年は後半戦だけで27本塁打を記録するなど終盤に調子を上げ、2位に5本差をつける48本塁打を記録して、 本類打王に輝いた。また、ボストンレッドソックスの JD マルティネスに次いで、リーグ2位となる123打点を記録した。この活躍により3年連続の40本類が100打点をクリアし、自身初のエドガー・マルティネス賞を受賞した。またメジャーリーグ史上初の3年連続で規定打席に到達して、同一の打率という珍しい記録を残した。また、 規定打席に未到達の2015年も含めると4年連続で打率247を記録している。2019年4月18日に2年総額3350万ドルで契約延長したことを発表した。2021年2月6日にエルビス・アンドラス、アラミス・ガルシア、キンセントのトレードで、ジョナハイム、デーン・アッカーと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。シーズン開幕後、 6月8日にディーフとなった。愛称はクラッシュで映画ブルダーラムでケビン・コスナー演じる主人公のクラッシュ・デイビスに由来する。この映画の影響でデイビスという選手の愛称はクラッシュである場合が多い。綴り違いの同性同盟である一類種のクリス・デイビスもニックネームはクラッシュである。なお、このデイビスガイア氏はクラッシュではなく自身の名前にちなんで クラッシュと表記している。母親がメキシコのシナロア州生まれで WBC ではメキシコ代表の出場資格も持っている。ありがとうございます。